県警本部ではきょう飲酒運転の取り締まりを強化する新たな組織特命広域捜査班の発足式が開かれ川口光弘交通部長がスペシャリストとして計画的に飲酒運転の取り締まりを推進してほしいと訓示しました捜査班は交通機動隊員で構成され飲酒運転の取り締まりに専従します 具体的には県内全域を24時間態勢で警戒するほか各地域の警察署と連携して検問を行ったり更新の指導にあたったりするということです県警によりますと去年1年間に県内で起きた飲酒運転による人身事故は116件で全国ワースト4位このうち亡くなった人は6人で 全国ワースト1位となっていて高止まりの状態が続いています。